万有4、1イスタンブール馬借シェヒル CL ループ H 組、第4節、チャンピオンズリーグ、CL グルー H 組、第4節、マンチェスターユナイテッド対、タンブール馬借シェヒルの試合が現、時間24日に行われ、ユナイテッドが4、1の勝利を収めた。この試合で2得点を決めた26歳のポルトル代表 MF、ブルーノ・フェルナンデスは、ユナイドに加入して、以降、凄まじい記録を残してる。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでも、子でも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、7分、コーナーキックからのこぼれ球を拾ったブルー、フェルナンデスは、ペナルティーエリア外、ラゴー界に右足を振り抜いて、先制点を決めた。19、には、ブルーノ・フェルナンデスが、イスタン・ル・バシャクシェヒルの GK ・フェーミギュクのミスを逃さず、落としたボールに素早く、応して、追加点を決める。その後に1失点するも、カス・ラッシュフォードなどが得点を積み重ねて、ユナイテッドが4、1の勝利を収めた。ルーノ・フェルナンデスは、今年1月にスポルイング CEP からユナイテッドへ移籍。サッカーの他分析を手掛ける、アプタによると、ブルーノ・フェルナンデスは2月に移籍後初出場を果たして、後、35試合で34得点、21ゴール、13アシストに直接関与しているとのこと。凄まじい記録を残しているブルーノ・フェルナンデスは、今やユナイテッド欠かせない選手となっている。両。